ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、イワです。稲妻イレブン2ファイヤー前回からやっていきましょう。ということで、前回チームプレイでね、遠藤くんの正義の鉄拳失敗したんですが、壁山と木戸くんで止めてくれました。ってことで続きやっていきましょう。よっしゃ、なんとか3人で止めたぜ。グングニル、なんという威力だ。おい、今のシュート、あの嫌な波の感じ、もしかして海に出てる渦の正体は？ふふ、その通り。あの海の渦はデザーム様の必殺技グングニルの特訓の後だったのよ。くそ迷惑。やっぱりあの渦はこいつらのせいだったのか。許せねえ。俺の海を荒らすやつは絶対許せねえ。遠藤君、大丈夫？ああ、平気さ。でも今の感じは、やったっすね。なんとか3人で止めたっす。いて、いや確かに3人の力もあるが、今のエンドの動きいつもと違っていたぞ。俺もしかして正義の鉄拳のヒントをつかめたかも。ここで体にひねりを入れて、グワ。遠藤君、ヒントをつかんだかもしれないけど、みんなボロボロじゃない。今回はなんとか止めたけれど、このままあの技を受ければ遠藤君たちは、そんな貴様らの力、まだこんなものじゃないはずだ。さあ立て、ライモンイレブン。エイリアの仲間になれ。我らの計画にはお前の才能が必要なのだ。どうやら妹のことがよほど大事なようだが、ならばこれ以上エイリアに歯向かわない方が利口だと思うか。妹はエイリアが監視している。お前が下手な動きをしたらいつでも分かるな。立った。お前もうよせ。立っているだけでやっとじゃないか。さっき3人であいつの必殺技を止めたとき、正義の鉄拳のヒントがつかめたんだ。あとちょっとで完成する。だから、遠藤君、おい炎の男、お前遠藤たちの仲間なんだろ。近くにいるならなんで助けない。もうこいつらのことどうでもいいのかよ。お前が決勝戦から逃げ出したせいで木戸川は負けたんだ。絶対許さないぞ、この卑怯者。違う。ゴーエンジはそんなやつじゃない。大丈夫だ、あいつはきっと来る。俺は信じてる。まだそんな口を聞く元気があったとはな。もう終わりかと思ったぞ。そんなはずねえだろ。俺たちはまだ。木戸さん、もういいでしょう。こんなの練習試合にもなりませんよ。遠藤君、このカットかっこいい。立ち上がっただと。俺たちはまだ終わってねえぞ。これはあの時と同じ。ゴエンジ、お前のキックすげえな。俺さ、お前とサッカーやりたいんだ。俺たちが組んだら最強のチームができるぞ。ゴエンジ、サッカーやろうぜ。サッカーやろうぜ。そうだ、そう来なくては。さあもう一度行くぞ、ライモンイレブン。うおー、すまない。俺はこれ以上友を裏切ることはできない。待たせたな、エンド。いつもお前は遅いんだよ。来たー。ゴエジ君。来たー、ゴエジ。
かっけえな。なんなんだよ今のオリオンの刻印のゴーインジは。なんであいつはいつもベンチで座ってんだよ。この頃のゴーインジ帰ってきてくれよ。待たせすぎだ。ゴーインジさん、これがゴーインジさん。この迫力、存在感、すごい。ふわはは、やはり現れたか、伝説のストライカーゴーインジ。この地に貴様が潜んでいるというデザーム様の読みが当たったわ。ふっ、面白い。ちょうど前半も終わったところだ。お楽しみは後半からにしよう。反撃といこうか。ゴーインジが仲間になった。そんなあっさり新しい仲間。レベル39、 GP107、 TP113、 キック45。ファイアトレードヒートタックル稲妻落とし、最後の一枠。何かわかるな。匂うぞ。じゃあ出前の位置で。これで負ける気がしねえぜ。ウスケイ当てろ。その下にゴーインジ修也、クールな天才ストライカー。そのうちには熱いものを秘めている。あ、すいません。やべ、見ちゃいけない結構見てちゃう。させゴーインジ。エンド、俺。おかえりゴーインジ。あ、おい炎の男、お前今まで何やってたんだよ。その話は後だ。まずはあいつらを倒す。よし、今試合に集中しよう。後半はゴーインジにボール集めて手を取るんだ。頼んだぞゴーインジ。ああ、木野さん、これって、うん、まるで初めてゴーインジ君がライモンのチームに戦った時みたい。勝てる、きっと。うん、絶対勝てますよ。よし、みんな後半から大反撃だ。行くぞ。あ、デザームのあの体勢、まさかプングニルを打つつもりだ。遠藤君、ダメよ、避けて。ゴーインジに繋げるためにも絶対このシュートは止めてみせる。マジで帝国戦みたいだな。さっき軌道と亀山が支えてくれたあの時の感じを思い出すんだ。ふっ、ゴーインジ修也、お前がどんな進化を遂げたのかこの目で見るのが楽しみだぞ。だがまずは貴様を倒してからだ。行くぞ、遠藤を守れ。進化やるじゃん亀山、すごく成長したな。やったな立ち向かい、お前の無限ザハンドだいぶ成長したんじゃないか。究極奥義に完成なし、正義の鉄拳、進化、成長、そういうことだったのかじいちゃん。究極奥義に完成なしってのは完成しないってことじゃなく常に進化し続けるってことだ。うわー、グングニル。このシュートは俺が絶対に止める。そしてゴーインジにつなげるんだ。きたー、完成したね正義の鉄拳。できたぞ。これが常に進化し続ける究極奥義、正義の鉄拳だ。新たな技だと。こいつさらにパワーアップをしたというのか。やりましたね遠藤さん。遠藤、よし、やったぞ。みんな、ゴーインジにこのボールをつなぐんだ。お、正義の鉄拳がいつの間にかキャッチ技になってるね。早いね。よしよしよし、いいぞ。大反撃だ。このままゴーインジ抜け出す。ゴーインジスライディング、取っていく。行くぞ。あー、ゴーインジボールがこぼれてる。ちょっと待って、まだだ。落ち着いていこう。よいしょ、これ不動でポンと取ってジャッジする2。そう、あー、まあまあ流れをちょっと落ち着かせてね。流れ一回落ち着けと。不動がね、俺のファールで落ち着けと言ったんですよ。よし、お、バーニング、お前らバーニング止まったら、お前らがバーニング終わったということはどういう意味か分かっているか。これ取っていこうぜ。はい、ナイス。さあ行くぞ、大反撃だ。ここからが俺らの力だ。さあたらつて行くぞ。こっからが俺たちのターン。大反撃、ヒートタックル、勝てる。よし、さあエリアが当たってるね。決めろゴーインジ。見せてやる、これが俺の
爆熱ストームだ。高円寺の力がみなぎる。高円寺の TV が全開復帰した。行くぞ。来た。これが爆熱ストームだ。かっけえ。やっぱ遠藤守る伝説っていうのもあって画質もいいし、来た。高円寺修也大復活。ふん、おお、完全復活というわけか。初めて奴を見た時を思い出すな。ふはははいいぞライモンイレブン。奴らに勝ちたい。この腕が、指が、爪の先までがそれを望んでいる。高円寺すっげえぜ今の必殺技。お前も特訓したんだな。高円寺、高円寺どうかしたのか。ゆうかすまない。高円寺くん、妹さんのことならもう心配いらないわ。エイリア学園に監視されていた妹さんは無事保護されたいそうよ。なんだと、本当か。ええ、たった今 SP フィクサーズから電話があったわ。妹さんは SP がエイリアの目が届かない安全な場所に移したそうよ。え、妹誘拐、何のことだ。ゴンジ、話は後よ。さあゴンジ君、思いっきり暴れてきなさい。ありがとう。